何恐竜じゃを呼ぶ必要はない。ん、我らデーボス軍が恐竜じゃをおびき出してくれるわ。デーボス軍、行けゾウリマども。バレなんだよ。この音。くそ、こうなったら本当のデーボ忍術を見せてやる。デーボ忍術、変わり身の術。何？はあ。ぬ、二
ギニリうっ、変わったうまくいったぜうるよし、一か八か、俺もだやってみろ、こらあっとうなんとかうまくいったなお、俺の仲間、お前よくもあれ、お前もやってたじゃん何を言う俺は別にいいのだそりゃこれが仲間ってもんだなお前たちぬるぬるやれぬるぬるこっぬるやめろ気持ち悪いぬるあっこのあおるさあとどめを刺してやるぜこんな奴らに手こずっているのか私の恐竜ブラック応援してせーのさすが、やるなブラックさて、あの忍者野郎は俺に任せてお前はそこで見てろ行くぞ行くよおのれ、霞、目つぶしの術目が、目が、しびれ今のうちだ、に、逃げろバーイおっと待て待て大丈夫かあいつは俺が追うから二人はいやあいつの追跡は俺がするうんもうなんともないしねそんなこと言わずに念のためにトリンに見てもらえって俺たちは戦隊なんだぜ仲間を信じろじゃあなあいつああ行っちまったせっかく追跡のために一工夫したのにな一工夫まあな恐竜じゃん恐竜だいた本物かっこいいなかなか綺麗なお嬢さんだけど俺たちは急いでるんだじゃあなあちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って見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 て今日はこんなにたくさんのお友達が恐竜じゃんに会いに来てくれたんだよまあ、そう言われると悪い気はしないなでしょだからちょっとだけ一緒に遊ばないま、ちょっとだけだぞほんとやったそうだな、何して遊ぼっかなあ、ねテレビで恐竜じゃんってまだ始まったばっかりじゃないああお友達のみんなはちゃんとテレビ見てるかな見てるテレビ見てる人はーいおーすごいじゃあお友達がどれくらい恐竜じゃんについて知ってるのかクイズ出すっていうのどうかなあやってみようぜ楽しそうだよねよし最初お姉さんクイズ出しますお答え分かったら元気いっぱいはーいって手を挙げて答えてくださいねその調子それじゃあいきますよ恐竜じゃんクイズ第1問今お姉さんのお隣にいる恐竜ブラックは変身ポーズの時にかっこよく弾丸の勇者恐竜ブラックってやってるよねじゃあ問題恐竜ブラックが得意な武器は何でしょうヒントは弾丸の勇者わかりそう元気いっぱいなお友達発見ちょっと後ろ行こうかな恐竜ブラックは何の武器が得意カレブボルバーカレブボルバー惜しいガブリボルバー大正解すごいね銃って言うかと思ったらまさかのちゃんとした名前が出てきたよじゃあ正解してくれたお友達にはお土産はいお土産だありがとう言いましたみんな拍手そうお姉さん言おうと思ったら言ってくれちゃった恐竜じゃといえば今ブラックが持ってるあの武器ガブリボルバーを使って変身したり戦ったりするんだよねあそう中でも恐竜ブラックは銃を使うのが得意ですじゃあ続いての問題いくよ
恐竜座クイズ第2問。今お姉さんの隣にいる5人の中で唯一の女の子、恐竜ピンク。ザ・恐竜ピンクに変身する前のお姉さんのお名前わかるかな？わかるか？ほんと？すごい！ヒント出そうと思ったのに。じゃあ聞いてみようかな。わかる？わかる？ほんとに？わかる？アミ。あ、わかってるみたい。じゃあもう一度教えて。アミ。アミちゃん大正解！すごい！どよめいた！アミちゃん！はい、正解してくれた友達、お土産。ありがとうございました。みんな拍手。そうそう、みんな覚えてる。お話の中で羊からアミお嬢様って呼ばれてるんだよね。実はピンクはお嬢様なんです。すごい、みんなよくわかったね。ちなみにじゃあ恐竜ブラックの変身前はなんていう名前なんだろう。おっと、それは待った。え、他の4人は正体を明かしたようだが俺はこの先ずっと正体を明かす気はない。え、秘密だ。そうなの？悪いな。じゃあな。あ、ちょっと、あ、そっかそっか。まあ確かにデーモズ君も来てたし。あ、でも気になるね、恐竜ブラックの変身前はなんていう名前だった。おかしいな、あの忍者野郎どこ行ったんだ。何？あー、ほんとだ。みんなみんな、あのヒーローの名前何？せーの、こっちこっち。ちょっと待ってろ。まさかあんなところをパトロールしているなんて。気をつけてきてね。気をつけろよ。今日のデーボスのやつらは忍者だからな。どこに隠れてるかわかんねえぞ。忍者なんだ。スター。来てくれた。キャリュレット待ってたよ。こんにちは。こんにちは。でね、今ね、みんなで遊んでたんだけど、恐竜レッドも一緒に遊ばない？俺もか。うん。何して遊ぶんだ？そうだな、さっきね、恐竜ジャークイズ出して遊んでたんだ。よし、そんじゃ、俺が出してもいいのかな？あ、もちろん。よし、難しい問題だぞ。よし、よく考えろよ。うん。問題。実は、俺には相棒がいるんだ。充電流、なんとかって言うんだけど、みんなわかるかな？の相棒の充電流、お名前なんだろう。じゃあ、今ね、答えてくれたからレッド、もう一回聞いていい？もう一回。ガブティラ。ガブティラ、すごい。正解。じゃあ正解してくれたお友達にも、よいしょ。はい、はい、頑張ったな。こっちもサンキュー。みんな拍手。すごい。そう、恐竜じゃんといえば相棒の充電流がみんないるんだよね。そう、充電流と力を合わせて、うん、デーボス軍のやつらを倒すんだけど、うんうん、あ、忘れてた。何？デーボスのやつらまだこの辺にいるんだよな。あー、さっき忍者って言ってた。みんなこの後も応援頼むぜ。あ、もちろん頑張ってね。じゃあね。恐竜じゃんは世話しないな。みんな忙しそう。あ、ちょっと待って。ってことはこの会場にももう一回デーボス軍の人たち来るかもしれないんだよね。あー怖い。じゃあお姉さん避難するから、みんなもデーボス軍には気をつけて、どこから来るかわかんないよ。わー怖い怖い。いいにににぃ、恐竜ジャーベイ、忍術を極めた俺を追跡するなど絶対に不可能なのだ。絶対に不可能なのだ。あれ、おお、ターン。不可能じゃないぜ。お前の居場所は分かってるんだ。なぜ？最初にお前を撃った時、弾丸に発信機を仕込んでおいたからさ。俺の体に発信機がしまった。あ、俺としたことがなったる深く。さて、覚悟するんだな。はぁ、苦しい。罠にかかったのはお前らの方だ。気の毒な恐竜じゃ、しみるわ。
教えてやろう。お前たちが受けた忍術霞目つぶしの中には毒を仕込んでおいた。悲しい思い出が心を蝕むように後になってじわじわ効いてくる猛毒をな。なんだと。おい、ここほほ、くる。うわ、忍術袋縛り、ふう。何する気。この袋に入れられたものは二度と出ることはできない。待て、こっちだ。恐竜ブラック、このままだとお前はいずれ永遠の眠りにつくことになるが、助けてやろう。何を。忘れるなよ、恐竜ピンクが人質になっていることをな。いいか恐竜ブラック、ピンクを助けたければお前の手で仲間の恐竜ジャーを倒せ。何。恐竜ジャーを一人でも倒せばピンクの毒を消してやる。ただし余計なことは絶対に喋る。このことを仲間に話せばその瞬間ピンクの命はない。仲間を救うために仲間と戦わねばならんとは最高の悲しみ、しみるわ。忘れるなよ、ピンクの命はあとわずかだ。悩んでる時間はないぜ。さあまたな。俺がこの手で仲間を。あ、おい、さっきの忍者野郎見つかったか。おい、どうかしたのか。ああ、おい、俺だって何してんだよ。思うな。待て、はあ、おい、こいつ裏切ったのか。まさか偽物とか。いや、多分本物だし裏切ってはいない。なぜそう思う。理由はこいつの戦い方がブレイブだからだ。何か大切なもののために戦っている俺にはそんな気がするんだ。おい、訳を言え。黙れ。うおっ、戦うしかないのか。はっ、やめろ。はおい、よせ。お前が相手か。どうなってんだ。大切なものか。俺だったらやっぱり仲間だけど。まさか仲間が。待て。おい、やめろ。ならばこっちも。勝負ありだな。どうかな。これで五分五分だ。どうか。やめろ。おい、いい加減に離せ。そうはいかない。運動無用か。そう簡単にやられるか。やるな。だが、
これ以上は手加減できない。時間がない。こっちも望むところだ。全力で来い。おお、わざと切られたのか。なんで。おい、デーボス軍、これでいいんだろ。お前らの狙い通り、恐竜ジャーは一人減ったぜ。俺の仲間を返せよ。おい、どういうことだよ。おい、おい、おい。実は毒にやられた恐竜ピンクが人質になっていたんだよ。なんだって。だが遅かったな。すでに毒が回ってしまったようだぜ。それはアミーさん。そんな、そんな。やったぞ。にちょっと待った。ブラックもピンクもちょうどくたばったところよ。それはどうかな。こっから奇跡の大逆転見せてやるぜ。レッツゴー。私まだ死んでない。おらおら、なんだなんだ。さて、俺もまだ生きてたりしてな。いやな、あれ、もう、あれ、どうなってんの。あの体勢からとっさに峰打ちにするとは、さすがだな。まあね。最後はのっさん、頼むぜ。え、なに、どこから来るの。よし、来たー。え、ちょっと、あら、あら、よいしょ。やめろ、あら、そりゃで、きつかわれた。へ、どうだ。のっさん、身代わりに袋に入っててくれた間に解毒剤見つかったぜ。ありがとう。いや、僕袋に入ってただけなんだけど。おのれ、か変わり身の術だとチョコ剤な。見たか、仲間を信じ抜いた俺たちの大逆転。さあ、まだまだみんな行くぜ。うん、聞いて驚け、キマの勇者。恐竜ブラック。鎧の勇者恐竜ブルー。斬撃の勇者恐竜グリーン。角の勇者幽霊ピンク。史上最強のブレイブ充電戦隊恐竜だ。荒れるぜ。どいてみな。どうなったら英語忍術変わり身の術口寄せ。あー、しびるわ。お前何をする。ごめんちょい。行くぜこの野郎。うどん、お前ら二人が相手か。行くぞ。よいしょ。神が応援くよ。せーの。よいしょ。何やってるの。ごめん。これでとどめだよ。よっこしょ。
くても俺のブレームは変わらないぜ。忍者野郎、これでどうやら終わりのようだな。とどめだ。やっとこいしょ。うどん。見たか。次でとどめを刺してやるぜ。なんとどう。みんな、あれるぜ。はい。終点ブレイブスラッ。うお、忍者とは、なんぞや。あ、ブレイブだぜ。マッチー、やったー、恐竜ちゃんの大勝利。かっこよかったね。かっこよかったって思う人、はい、はい、どうもありがとう。みんなも最後まで応援してくれてありがとうね。それでは恐竜ジャーとはこの後握手会でもう一度会うことができますよ。準備ができるまでちょっとの間恐竜ジャーとお別れです。この会場を守ってくれたお礼にみんなでありがとうでお別れしようね。せーの、ありがとう。会場のみんな、悪いやつに負けずに応援してくれてありがとう。みんなもすげえブレイブだったぜ。この後の握手会楽しみにしててくれよ。それじゃまたな。ありがとう恐竜ちゃん、また後でね。お、解散も早い戦隊だな。